はい、バイカンライクです。よろしくお願いします。で、今日ご紹介するのは、この方ですね、デローザのアバント、まあ、当時そうですね、もう10年前ぐらいかな、ですから結構人気のカーボンバイクでした。で、もともとドロップで、アルテグラの電動がついてました。それをまあちょっともう気軽に乗りたいなっていうことで、フラットバーにしたんですね。その時にこの電動は使えるのかっていうことで、ご相談に来ました。で、ちょっと詳しい内容ですね、宮永くんが、はい、見ていきましょう。宮永くんが詳しい。はい、なんでこれフラットにしたんですか、そもそもが。ね、もうね、ちょっと腰とかね、腰がっていうことで高くして、そうですね、このステムも横から見るとちょっと角度がこう上に上がってるやつだと思うんですけど、できる限りハンドルが高くつくように設定して、うん、で、このハンドルバーは、まあ、どちらかというとちょっとライズしてるのかな、うん、ライザーバー、これはあれですかね、 FSA のカーボンハンドルですね、うん、乗り心地ができる限りいいようにっていうことで選ばれました。で、一番の特徴がさっき竹内さんが言った通り、この XT のシフターですね、電動の、ここが電動のシフターですね、配線が見えると思うんですけど、一応カーボンハンドルでここに穴が開いてるので内装をされてます、うん、っていう感じですね。で、まあ、これおすすめさせてもらって取り付けたんですけど、マウンテンバイク用のシフトインジケーターですね、これ。シフトモードの変更と、あとこのシフトポジションが見えるっていうのと、あと、電池残量もここで見れますっていうのと、一応これがジャンクション A、まあ、DI2 シマノの電動変速だとジャンクション A っていうパーツが必ず必要になるんですけど、このジャンクション A の機能も兼ねているっていうので、結構これギアが見れて面白いです。そうで、こんな感じで今一番軽いギアまで行くと、こっちかな、音でお知らせしてくれます。これ以上軽くなりませんっていうことで、こういう機能が備わったこのシフトポジションをも取り付けさせてもらいました。こんな感じで、で、まあ、これ最初に結構うちで作業するにあたって、このロードコンポの DI2 とこのマウンテンバイク用は合うのかっていうところがお客様も心配だったんですけど、このように、まあ、問題なく組み合わせできるので、まあ、ロードバイクをフラットバーにして、まあ、DI2 で組むっていうのはあんまりないかもしれないんですけど、一応、まあ、やりたい場合は全然問題なくできますよっていうのでご紹介させていただきました。で、これ、前ロードの時もお客さんだよね、シンクロモードで使ってて使えるのかっていうことなんですけど、設定できました。でちょっとこう見ていただくと、シンクロモードこうじゃあしてもらって、左のですね、フロントディレイラーの、変速は使ってません。こうやってやってみますね、明るいように、はい、10速で11速、一番軽いローギアに入れるときに切り打ったんですけど、はい、フロントが落ちて、こっちが2段重くなる。で、今度トップがいきます。で、今、竹内さんはこっちしか動かしてないです。うん。ギアしか動かしてない。で、ここが上がって、2段下がる。で、今フロントが変わるときにピピーっていうのがシンクロで動くの前兆みたいな、ね、お知らせみたいな前兆の、はい、これロードにない機能で、一番トップまで行くとピッて言うんですね、これ以上行かないよっていう。そうな、さっきのシンクロでフロントが変わるピピーっていうのはこれだけだよね、これをつけたときだけです。これね、つけたときだけ、うん、あと一応ここから充電もできます。これですね。で、これあれジャンクション A のボタンです、ね、操作する、なんだっけ、
ここでだからシフトモードも変更できます。今これが S2 っていうのがシフトモード2ってことですね、うんうん、多分シンクロが設定されてるんでダブルクリックするとこれがフルマニュアルで、うん、セミシンクロ、フルシンクロの順番で切り替わってくるっていう感じで、うん、じゃあ変速の微調整もここで長押し、はい、長押しするとこれがギアの調整モード、調整モードですね、まあ、これはあんまりお客様には、うん、やってもらうことはないかなと思うんですけど、一応まあこれでできますっていう変速の微調整が、はい、そうです、できます、はい、という面白いちょっと組み合わせの自転車のご紹介でした、はい、ありがとうございました。